さあ始まりましたフォートナイトです。最後までぜひご覧ください。さあ新シーズン始まってしばらく経つんですけど、これはちょっと初期の方に撮影したものなんですけど、ちょっと見ていきたいと思います。まあね、今シーズンのやっぱ目玉車ですよ、ね、こうやってアイテムたくさんつけて、走っていくという感じなんですけども、この車なしではもう隠れは取れないんじゃないかっていうぐらい、もう車でみんなバンバン走って撃ってって感じですけども、やってたらもうね、サムネご覧いただけたら分かると思います。マッドマックスみたいに車でガンガン人に当たっていくみたいなシーンもそうですし、人もたくさんいるなと思うんですけど、タイヤもね大きくなったり、オフロード用の大きくなったり、防弾用のちょっとパンクしないタイヤとかありますし、こうやって今もねマシンガンが乗ったり、ランチャーが上に乗ったり、まああと出てきますけど、フロントのバンパーにも付けれるものが、トゲトゲのバンパーだったり、もう一つはカウキャッチャーっていって以前にもあった武器がまた復活してあるわけなんですけども、さあ敵がいました。いやー後ろにもいるの、どっち、いやーちょっと危ない、ちょっと体勢を立て直します。位置を変えて2人を一気に見れる、いいっすよ、ヘッドショット入って、いや惜しい、ここ、いやーここ決めたかった、決めらんなくても一発当てたかったですね。ここは下に行ったんですかね、ちょっと見失ってしまいました。さあどちらにいるのかな、足音と足跡は示されているんですけど、あとここでストームに飲み込まれてしまいました。ということで、アンチ内に、移動してまいります。レッツゴー。ところもある、加速がものすごいですからね今回。いろんなタイプの車、ボスの車がちょっと強すぎるんですよね。なんていうんですか、普通の車の耐久値とボスが、ボスを倒したらゲットできる車の耐久値というのはまたちょっとね違うんで、簡単には壊せないっていうのがあるんで、自分がゲットして乗ったらありがたく楽なんですけども、敵がボスの車に乗ってるとちょっとね手こずってしまうんですよね。さあ進んでまいります。ニトロというね、車につけても、人が直接つけてもものすごいダッシュ加速力がつくんです。このアイテムが今回のシーズンの魅力の一つですよね。あーいやね、ものすごいダッシュできますから、まあ、アップデートされて人の場合はそのニトロをつけて人に当たったらダメージが結構あったんですけど、だいぶ軽減されて25ぐらいまで下がったみたいなんで、ちょっとそれは人の場合の体当たりはもうちょっとあってもよかったんじゃないのかなと思います。さあガソリンスタンドに着きました。スパイ付きバンパーをねつけて、次に出てくるのがもう一つのカウキャッチャーということですね。カウキャッチャーはね比較的何でも壊してくれるので、各パーツ2種類ずつぐらいあるので結構
いろんな組み合わせがあるんで、人それぞれ特性を出せるんで、好みが分かれるのか、マシンガンなのかランチャー系がいいのかとか、私はパンパンなのかカウランチャーがいいのか。さあどこだ、さあ今そこまで当たりません。さあまた挟まれるような形で後ろにも、あーこのニトロフィスト、このねフィストというのは、ね、厄介で移動もできるけどもパンチが強力だっていうのもあるので、パンチはねちょっと厄介ですよ。これわっ、おう、本当におう、びっくりしました。あれがね本当ボスを倒した車、あれこそ本当にマットマックスみたいな。さあここで車の、体力修理、燃料補給、この床のパネルに乗ると回復する。マシンガンはこれが楽なんですよね。マシンガンの方はちょっとランチャーだと破壊力はあるかもしれないですけど、ちょっと距離が短かったりとか狙った時になかなか落ち着かないっていうか、あーやばい、車壊されたら嫌だ。鉄拳みたいですよねこれ、格闘ゲームの鉄拳のような、もうほとんど銃使わないんじゃないかっていうぐらい。さあミシックのピストもゲットします。さあどこ行った、あ、いたけどちょっと遠いですね。さあ体力回復、あっまた敵、さあこういう時はマシンガン、マシンガンもしくはカウキャッチャーでドン。オッケー、いいですよ。なんでここにこんな人が集まってくるんでしょうか。また来ました、あ、さっきのやつです。パンチ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 、危ない、やばい、どうしよう、距離取られた、やばい、お、危ない、危ない、やぶねえ。さあ回復しましょう、回復しましょう。これ今回上にマシンガンでランチャーを乗せちゃうと、助手席の人たちはデュオとかでやってると、あのそれまで回復したりなんだりってできたんですけど、あのマシンガンの、操縦を担当させられるので車の中で回復ができないっていうのがあるんですよね。ちょっとそこが良し悪し難しいなって。でんこれですよね、大体みんなこうやって体当たりしてって感じですよね。ヌカコーラってアイテムもいいですよね、回復してくれるのは。さあまたここでね車の回復しよう。タイヤがねこうやってパンクしてたりなんだりしても回復してくれるんで、またなんか飛んできましたよ。さあどこだ、あっちですね。ちょっとスタンドの屋根で見えないここって。さあ直接行きましょう。当たらない当たらない当たらない、マシンガンが当たらない、やばい、大変危険ですございました。さあ落ちてるアイテムを拾って回復して、自身の回復もしつつ車の回復もこうやってまたすると、全くこのエリアから出れません。まあ、アンチがここのエリアなので、まあ、ありがたいっちゃありがたいんですけども。さあこの後どう行くと、あ、車の音、気づいてないかな、私がいること。あ、気づいてないですね。暗い、いいよいいよ、当たってるよ、あ、ダメ、いいよ、割ったよ割れたよ、シールド割れたよ。
さあ行くぞ。よしゴンゴン。いやー車を爆発しました。よしやりました。と言ってる間に、あとぬかコーラ の性能を確認して、あと一人ですね。さあこうやってねぬかコーラを飲むと、こうやってシールドも、まあ体力は100だったんであれですけども、体力も回復しますし、シールドもということで、さあ残り一人を探すために丘の上に登って、ちょっと上から様子を見てどこにいるのかなと探りを入れたいと思いますが、アンチが来ているので、まあストームが来ています。まずいということで降ります。探しております。見当たりません。さあどちらにいら、さあ右側です、右手側です。さあいました、マシンガン攻撃、当たらない。よっしゃやりました。今シーズン初のビクロイでございました。いやー何はともあれ無事に、終わりました。9キルですね、成績こんな感じとなっております。いやーなかなか今シーズンのフォートナイト荒々しい展開が続くんじゃないのかなと思います。さあ最後までご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。ありがとうございました。また次回。